本枚清は、日本の生理学者、医師。昭和大学名誉教授。専門は、呼吸生理学、脳生理学。東京有明医大学学長。元日本生理学会副会長。元文部科学省教科用図書検定調査審議会、会長。千葉県生まれ。千葉県立千葉高等学校を経て、1973年、東京慈恵会医科大学卒業。 東京時計会医科大学第二生理学教室助手。1980年東京時計会医科大学医学博士東京時計会医科大学第二生理学教室講師。1982年昭和大学医学部第二生理学教室助教授。1986年昭和大学医学部第二生理学教室教授。2003年日本体力医学会理事。 2004年、花田学園理事、日本生理学会副会長、日本主義療法学会会長、日本呼吸器学会代議員。2006年、日本呼吸ケアリハビリテーション、学会評議員、日本臨床生理学会評議員、日本臨床神経生理学会評議員、呼吸リハビリテーションサイエンスフォーラム代表幹事、日本学術会議連携会員、日本学術振興会専門委員。 2007年日本 BS 放送放送番組、審議会委員。2009年日本股関節、研究振興財団評議員、日本高等教育評価機構評価委員。2011年日本上道学会理事長。2013年昭和大学名誉教授、東京アリア計量大学副学長、看護学部長、文部科学省教科用図書検定調査審議会第8部会、会長。 2015年東京アリア療大学副学長、保健医療学部長。2016年文部科学省教科用図書、検定調査審議会会長、呼吸リハビリテーションサイエンスフォーラム顧問。2017年東京アリア療大学学長。ありがとうございます。